ケイスケのソングス&ドックス、週末はミュージシャン。今週はちょっと似た曲を取り上げてみたいかなと、はい、似た曲、自分の曲なんてどうしようもないんですけど、まずは、くたびれ損の骨折れ儲けというですね、間違った日本語をタイトルにしているくたびれ損の骨折れ儲け、はい、骨折れ儲け、はい、えりあえて雰囲気を変な雰囲気にしてるはい、えいいんだよ、ノリがかかってないのに立てようとするからこうなるよし、君は思ってるんだろう、いつも歌われてるって、君は賢いからすぐにわかるって顔して、 T シャツの裾を絞るみたいに捕まえて、僕にしかわからないこの夏のあのことまで書かないでほしいって、怒ってない、君は知ってるんだろう、本当は嘘じゃないって、君が僕ばっか見ちゃいないように、僕だってそう好きに歌ってるだけで、二人して待ちぼうけたいつかの蛍みたいに、僕も君もきっと気まぐれでいい、君は望んでるんだろう、もっと綺麗に歌ってよって、だけど二人して崩れかけた裸で、あまりうまくもない君と僕の変わり映えのない僕の歌とギターみたいに、僕ら二人きっと下手くそでいい、うまくなんてきっとゾンの骨折れ儲け、仕事上のクレームからヒントを得た、こんなんじゃ僕はあんたのとこに来たのに、くたびれゾンの骨折れ儲けじゃないかと怒られましてね、
笑うとも笑わないとも反応ができなかったというね、間違ってますよみたいな感じですけどね、そこからヒントを得た曲でありました。似た曲が続くので間にぐいっと違う曲を今週は言ってみましょうか。あの周り舞台というね、これあのまああのまだちょっとライブ映像はその塩原温泉の富士屋さんなんですけど、温泉場といえばストリップ小屋だろうと思って持ってった周り舞台というあの僕の若い頃に書いたね、ストリップ小屋巡りみたいな、違うな、人生君年齢数え歌的なものです。いまだにあの聞く人によってはこの曲を超える曲が一曲もないという僕の歌の中にとおっしゃる方がいるという、こんだけ前振りして皆さんに聞かせるほどの歌かどうかは分かりませんが、回り舞台というのをでは藤屋バージョンでお届けしたいと思います。では、そんなストリップ小屋があるのを想定して選曲した回り舞台という
ということでどうでしたか藤屋バージョン、まあ、なんかねストリップ小屋はもうないそうですね、なんか聞くとこによれば。だけど俺なんかで見たけど、あのなんだっけ、長屋さんとか長屋さんの夜のサービスで羽衣コースとかなんかって、天女の羽衣コースとかなんか怪しげなね、うん、シースルーのお姉さんが接待してくれ、お酌してくれるみたいなの今でもやってんですかね、あるんですかね、どうなんでしょう。サラリーマン時代にはそういう接待もさぞやお受けになったんじゃないかという。いやいやいや、接待は受けてませんね。そうなんですか、はい、するでもされるでもなく、それはうちはご法度だったので。あ、それは随分正しい、正しい会社だね。さあ、気分はがらりと変わりまして、今週の1曲目にお届けしました、なんとかなんとかって曲、くたびれ損の己儲けというちょっと周り舞台をみんなで聞いてたんですっかり忘れてしまいましたが、サービストークという、これもあれです、41だか2だか1時だったかな、久しぶりにギターを持ちまして活動というか練習リハビリを始めた、ある夜明け5時ぐらいにふっとこの歌が頭に鳴る感じで目が覚めたという、それほどの曲かという感じですけど、もう眠い頭の中、あ、これ残さなきゃみたいにした、それほどの曲かということですけど、サービストークという曲を。爪を剥がすような夢を見た、君が心配そうに覗き込んで、僕はちっとも痛くなんてなくて、右足の小指の爪を嫌いに剥がして戻した、そこまでが夢。いなくなったら寂しい気がして、続けてしまうことって確かにあるけど、言葉も態度も全部タダで君にプレゼントしてきたつもり、僕はちっとも優しくなんてなくて、君のハートに届いた言葉は口先だけのサービストーク、それだけの話。消してしまったら空っぽになるから、メールボックスに残したままの二人、終わってしまったら一人ぼっちみたいで、終われない手紙をまだ書き続けてる、失くした後から取り戻せないから、続けてしまうことって確かにあるけど、終わりました。今週もありがとうございました。